お便りを読む回懐かしいですね最近全然やってなかったよね読めてないですねもうえっとですね三千何百件たまってますあちゃーため込みましたね早く読みましょうよねこれ読んでいく必要があるので今日は先でも飲みながらねやりましょうもう朝10時から収録しててね疲れてますからねさすねもう今夜の11時12時間撮ってんのえ十12時間収録してるとやばない うん聞いたことない俺他のキャスター今日は十二時間撮りましたって言ってる人あんまいないない人ですよねまあまあまああの乗ってくるからはいだんだねそうです僕もこれ読んで確かになって思ったやつなんですけど妖霊名チャンバラさんはい水野さん堀本さんこんにちはこんにちは先日ツイッターで推しの医者という妖霊を見つけましたうん。 普通アイドルなどに使う推しという言葉がそれらとはかけ離れた医者についているのに何だか違和感を感じましたうん、うん、何よりかかりつけ医でいいだろうと思いました <laughs> 確かにアイドルオタクの自分からしたら推しはラブとライクの中間ぐらいのレベルに好きなものという認識だったので推しのストライクゾーンが広がっているのかなと思いましたみず、はい、さんどう思いますこれ まさにそうじゃないですか推しってかなり今、うん、広い拡大した概念として使われている印象うん、うん、僕もありますけどね医者に限らずねえ推しの医者っていうえでもさそれさかかりつけ医単にかかりつけ医のこと言ってるややっってよりはって見た目がタイプだったりしたってことでしょうあああそういうことかじゃないの見た目ちょっと好きみたいなのも含めて推しの医者なのかそうなんじゃないですか 見た目がタイプじゃなかったり、なんか好感がすごく持てる人じゃないのによく通うだけのことを推しの医者って言うかな。はいはいはい、あー、言わないですね。<分>言わないですね。ちょっと好きっていうのあるのかもしれないね。うん、あ、でもね、俺ね、あれだった。昔通った歯医者。うん、俺、推しの歯医者いたよ。あ、本当ですかうん。あのね、室ロツそっくりで、うん、歯医者さんが <laughs>。<laughs> はい。で、あの、もう個性派の喋り方なの。うん。個性派歯医者なの。うん。親知らずで多分見せに行ったんだよね。はい。 親知らず痛いんですけどって店に行ったらあーこれね結構厄介な生え方してるからこれちょっとね抜くの大変ですね普通の歯医者だったらちょっと1時間ぐらいかかっちゃうかもしれないですね、うん、僕だったら15分ですけど、うん、<laughs> 個性派だね個性派だねこい,こいつ個性派だなと思って。 俺だからどっちかだなと思ってこれめっちゃ嫌われるかめっちゃ好かれるかどっちかだなと思ってただ僕はねなんか自信あり余ってる人好きなんでじゃあ先生にぜひお願いしますって言って抜いてもらいましたはいどれぐらいかかりました15分でしたおすごい宣言通りすげえ1時間かかったら面白かったですけどねそうだね上下でいやえっと1本だけ上だけうん上15分かかったのあれ多分分かかってたよ 僕もね推しの医者いるんですよ近いあ推しの歯医者はいまさに僕先週親知らず右側抜いているで左も先々月ぐらいに抜いたんですけどまたうまいんだうん A 先生としましょうその人はいはいその先生最初にかかった時にてかまず自分の住んでるところ近くの医者に行った時に俺そこで抜いてもらえると思って行ったらうちでは抜けませんって言われてその大学病院に紹介状書いてくるわけですよねあもうそんなレベルなんだめっちゃ難しいんですねうん でなんかその人が言ってたのは、うん、水野さんのこれちょっとこう斜めに生えてると、うん、だから難しい神経通ってる可能性があるとはははいはい、はいだから仮に神経通ってると結構ややこしいよ大変そうです、ね、あの後遺症というかねダメージが体にいくよと、うんうん、でうわマジですかみたいなちょっともうやだなって言ってたら、うん、その人が言ってたのね、うん、大丈夫です大学病院の歯科医の人なんてあの1日に何本もやしやつず抜いてますと<ー>水野さんの。 親知らずがちょっと難しいって僕は言いましたけど彼らからしたらなんてことはないと変わった親知らずなだけですと店に行くといいと思いますって言ってで店に行って、うん、でえー、っと実際に抜いてもらったんですけどはい、はい、やっぱねすごかったよ、うん、下確かに斜めに入ったから苦戦してたのようん、うん、でも下を 時間、トータルで1時間って言ってたのに下に50分ぐらいかけたのおおめっちゃ重かったねそうなんか砕いてたからねドリルみたいにャーッて時間かかるパターンのやつだ細かくして下抜けましたって言ってそのあと3分ぐらいで上抜いて終わりましたあれってえで俺気のせいかなと思って今回右行った時もね右はまっすぐ入ってたんですけど下にやっぱ30分ぐらいかけてたのであの上の部分は3分で抜いてあわてやっぱ上が早い抜けました よってんか。 すげえ力強く奥の歯グイグイ押すから「何してんの俺の歯に」と思ってたら「抜けましたよ」って言われて「いやあたのかと思ったら抜いてたんよどうやらバカなのかなと思って俺こんな大事な歯をさ麻酔かかってるとはいえさ気づかないってすごいバカな感覚ですよねそうっていうのであれびっくりしましたねへえ名医だこの人と思ってそれすごいえってかんでそんなに下にばっかり時間かけるんですか分からんけど下のが抜きづらい感覚ちょっとなんか下の方がさ出てなくない 表面に。に人るかもしれない水野さんの答えがそうだっただけかもしれそうですねでもそう上はいずれにしろ全然時間かかってなくて僕はだから15分って聞いてうちのとこの A さん A 医師だったらもう爆速ですけどねってああへあれ早かったなあれ神業だったないやいいですね推しの歯医者ですね初回はだからもうすごい気が進まなかったのよこう印象を食らったら仕事になんねんだけどとか思っていったのに もう、爆速で抜くわ。手際よくね。あこ憧れです。次回は楽しみでしたもんね、次は。俺、歯抜いたとき気づくかどうか。チャレンジとか言ってバカすぎるだろ。歯抜いたことに気づけるかどうかチャレンジ。全然親知らず苦痛じゃなかったね抜くのね。なんで皆さんね、親知らずは、あの、生え方困ってる人とか、ね、ぜひ抜くのおすすめしますね。普通のこと言いましたね。めちゃくちゃ当たり前のけ取今回ですね、親知らずからの PR 案件のないってないです。なんてないです。親知らずからの PR 案件、やってお金受け取るの。え、振込元親知らず。構想あるの親知らず。 そうですないよその爆速で親知らず抜いてくれた人爆速で抜いたねってありがとうございますっていうよりもっとンクった褒め言葉ありますよはいはいロバート・リストンみたいですねートリストンこれめちゃくちゃいいいい褒め言葉だと思いますちょっと戦国祭の見ながらあ本当ですか知らないですイギリスの外科医でして結構昔の人ですねちょっとね時代感よくわかんないけど18世紀とかそんぐらいだと思います ロバートリストン、二十八秒で足を切断した記録を持ちます。記録なの？むちゃくちゃ早い。怪怪。とんでもないスピード早い怪怪。知らん。ロバートリストン。知らん。ちなみにロバートリストンね、はいはい。もっとすごいこともしてて、はいはい。手術室、うん。オペレーティングシアターって英語で言うらしいんですけど、はい。このシアター文字通りに解釈して、うん。観客を入れた、うん。らしいんですよ。はい。手術の鮮やかな様子を見せようっていう。はい。で。 観客に時間を測ってください、皆さんって言って早技を見せるっていうのをやってたらしいですね、その流れで28秒という記録も出たし、あとね、記録更新しようと思って、患者の片足切ろうと思って、間違えて片方のこうを切っちゃったこともあるらしいです。ワンチャンさ、ロバート・リストンみたいですねって言わて、金玉切ってねえやある可能性ありますね。 <laughs> やぶやん、やぶやん、えどどもん中やぶやん。無線 <laughs> そうか褒め言葉かと思ったら違ったわこれ。絶対言わない方がいいっすね。いい意味でロバートリストンみたいですね。そうそう,そう早いっていう意味でね。悪い意味でロバートリストンみたいですね。って言ったら金玉と女子の指切り落としてるやつだと思います。<laughs> これいいね。使い分けてった方がいいす、ね、ですね。ちなみにね、はいはい。その人を集めて手術するって、うん、特に歯抜くっていうことに関しては。うん 伝統的な行為です古代ローマから中世にかけてのヨーロッパではハヌキ師と呼ばれる職業の人たちが。うんうん 芸人とかと一緒に街を回ってたすか？え旅芸人みたいな感じで旅芸人そうですね縁日とか市場の時にこうわーってみんなでマジでは抜き師がで「あいたいです」っていう人を集めて「はい公開で手術します」って言って抜くんですよただですね現代と違うのはですね近代的な歯科医療っていうのはしないわけですねまあそれそうでしょうねで当時の人たちやっぱ歯抜くって痛いなっていうのは当然ですけど実感としてあるわけです どうしますその痛いものを痛くないように思わせなきゃいけないわけですよ痛みを軽減しなきゃいけないわけですよ、ね、まあでも麻酔じゃないですかやっぱ麻酔なんちちょっと薬草みたいな麻酔なんてもう随分ん後の話ですよねそうですねまあ最近だもんね麻酔出てきたのね えー、イノベーションとしてやったのは、うんえー、まずは桜を使います桜の口の中かなにこっそりですね、うんえー、動物の歯を仕込ま,せておきますと、うん、ああなるほど抜けたふりすんだそれをそして引っこ抜いて、うん、抜けましたって言ってえ全然痛くないんですけど<ー>ということでえっあるじゃん ということで、えーうん、シンプルにめちゃくちゃ痛い、あと <laughs> シンプルにめちゃめちゃ痛い罰しをします。<laughs> めちゃめちゃめちゃ痛いだだだだだだだって言って叫ぶんですが、<laughs> えー、ここでイノベーションもう一個起こします。ほうほうはい、えー、処置を受けているね、うんえー、人が。 痛いよーって言うたのに合わせて、群衆に紛れ込んだ桜がさらに大きい声で騒ぎます。はい。反響欄で。あ、なるほどね。上から書き消せばバレないんだ消します。はい。ということで、そのまま抜いて、後遺症に苦しむ患者の財布から金を盗んで、一縄を去るという。こういうスタイルですね。むちゃくちゃ。だ、モラルが一もないよ。これね、書いたのもいいね、本に出てくる人ですけれども。ー。まあだから、 その歯抜いたときって財布盗まれましたじゃあ言わないとやっぱりポイントはもうそこはねえ歯抜き師じゃないんですかえ財布盗まないんですかって良心的すぎませんってびっくりした方がよかったそうそうそうああちょっと反応間違えてましたそうなんですありがとうございましたって言って普通に書いちゃった会計でねお会計で財布置いてたりするっていうのポイントですねこれそうですね間違ってましたそうなんですよあとその中でさ水野さんそれ聞いた後どう反応したらいいのか分かんない話をちょっと足していいですかはい どんどん出すね。歯医者が初期に麻酔の導入をし始めたと時、うん、一番最初の麻酔って何か知ってます。はい、正気ガス、正気ガスってやつですね。はい、この正気ガスを五千人の歯科医、全米の五千人の歯科医に供給していた。ポー化学工場っていう工場があるんですよ。はい、すはいはい。知ってます。知らない。この化学工場を。うん。江戸川アランポーのいとこがやってました。うん、へー <laughs> へえ。すごいね。 いまいちどう反応したらいいか分かんなくないですかこの話これ足せますから僕足せるんですかえマジですごいねこの消気ガスなんですけれどもこれをねまあこうバシに使うことを思いついたのはフォレスウェルズっていう歯科医だったみたいなんですけどこの人は自分で試してあなんかこれ麻酔としていは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 いそんなこと気がする導入した結果吸わせすぎて死にけるか何人もいましたまあしょうがねえな初期はな分量がね分かんないもんねどんぐらい吸わせたらいいかとかねそうなんですよそしてその後はですね大学で 公開実験やっぱりすぐこいつらは公開で歯抜くんでしょうねやっぱね公開したい欲があるんだろうね歯抜き死にかけたっていう反省があるからちょっと少なめに絞るわけですねでそしたら来たやつがタ体が良かったせいでタ体がいいから危きがあるってばたばたとるん痛あのあの人にわめきしちゃましたお暴れしたっていう全然うまくいってないなそうなんですね 今回は何 <laughs> 歯抜きたこれ <laughs> <笑><笑>あ違うの今日お便りをもとしてたなんで次々歯医者の話出してんだよ <laughs> <laughs> 用例名はい。ポコペンさんからのお便りです懐かしいですねポコペンあポコペン<え>懐かしいあえあのンケりとかするときに、うん、誰々さん見つけたポコペンですよね あんましなかったの俺管理の簡略版の遊びポコペンって遊びめっちゃしってる知らない管理って缶用意する必要があるからめんどくさいんだけど電柱とかを缶だと定めてそれにタッチしたら逃げ出してよいっていう管位管理みたいな遊びポコペンを小学生の時にスタティックにするわけですね缶あそうですそうですダイナミックな管理に対してスタティックなポコペンをよく遊んでましたよへえ知らないかもしれないなへえ文化違いますねまあまあそのポコペンさんですねはじめましてシャープ10シャープ11を楽しく拝見させていただきましたはい えー、ということでですねお便りがくれたのが、えー、2年半前の、えー、2021年5月16日 <laughs> だいぶ前だね、えー、お便りを送ってくれた番号、うん、先着順で8番目ああめっちゃ初期だー<た>一番最初の方だねこのポコペンさんがまだ見てくれてるとねいいんですけどねそうだね見て見てもう離脱してる可能性ありますねはいえー、っといきなりですがゆるゲンガクラジオのネタとして、えー、提案したいものが一つありますはい エスペラント語のような人工的に作られた言語です。<laughs> うんえー、学生時代、英語に苦しんでたので、エスペラントの語,に語のように、うん、え語尾が品種ごとに決まっていればもっと楽だったのにと思っています。うん、また、水野さんが言語を作るとしたらどのような特徴を持たせるかが興味があります。ということで、えー、ポコペンさん2年半お待たせしました。<laughs> ようやく、やりました公開されましたので。<laughs> ああ、よかった、はい。ぜひね、見ていただけると、だいぶお待たせしちゃいましたね。うーそうですね。 そうですねこんなお便りを全然売れてない時代にね、うん、送ってくださって写真、ね、に帰りますね本当にねちなみに言語を作るとしたらどのような特徴を持たせるのか興味がありますについてですが、えー、ポコベンさん あなたがお便りを送ってきたときとですね、現在では全くより言語クラジッの立場異なりましてですね、勉強もしないのに浮かつなことは言わないと、そういうスタンスになっておりますので、回答を差し控えさせていただきます。じゃあ次行きましょう。なんか政治家みたいになっちゃいましたね。ちょっと適当なこと言ってたのがね、この頃は、ちょっと面白かったっていう話もね。この頃十10、11が何の話したか覚えてないけどね、浮かつですよ適当なこと喋ってましたね、この時期はね、もしかしたらこういうこと言えるかもしれないですね、ガハハハみたいなこと言ってました。ちょっと分かんないけど、こうなんじゃないかな、多分って言って全然違うことですよに。 ちょっとスタンス変わっちゃいましたねはいそうエスペラントやってくださいみたいなやつさほかにも来ててさ、うん、例名豚骨ににああららずずんばラーメンにあらずさん違うだろう。うん、<laughs> 豚骨原理主義の方から <laughs>、うん、世界を豚骨から <laughs> 違うな豚骨でなければラーメンではないだから豚骨だけがラーメンじゃとんこつ原理主義者、はいですね、の方からですねよく陰の話題が出るので私の好きなラッパーガキレンジャーのよしさんの歌詞を送りますにつき 斬新な語録悩むほどに究極な句で落とす気づくやつは気づく10連コンボ、うん、役者が揃えばはい10連ポートン。 中連ポート、中連ポート中連コンボと中連ポートでね、ああ、いいね。っていうのが気持ちいいんで、おすすめですっていうのが送られてきてですね、ラッパーはこのように印象的な言葉遊びと、応援に満ちた歌詞を文化的によく書くので、いろいろなヒップホップの歌詞を鑑賞する回とかを、川原重人先生をゲストにしてやってほしいですっていうオファーが来ました、どうします、これ読んで、やりますかそうですすねやりまました通って すごくないこの人ドンピシャでラップとかはら先生でぴったりなボタンをってくれてます。でもね別別に豚骨にあらずずんばラーメンにあらずのためにやったわけじゃないんだからね。確かにこの関係でやっただけなんだからね。この人のためにやったと思われそうですね。違うからね。そんな軽いわけじゃないから。そういうことです。腹立つナビゾさん積んでる。やっぱそういうねリスナーさんからリクエスト受けたままねずいぶん待たせて。 そうういを最近になってやり始めたとそういうものってやっぱりいくつかありまして、ですね幼霊名、ソイさん投稿いただいたのは2021年5月15日、すっごい前だ多分これも20番とかそれぐらいの速さだと思うんですがゆる言語枠ラジオの存在を最近知って全部集会してしまいました面白いいでですすありがたねネタ提供と言えるのか分かりませんがゆる言語枠ラジオじゃなくエロ言語枠ラジオも聞いてみたいなと思いました。 なんでエロ言語学ラジオって、はいえー、例もいろいろ挙げていまして「行く、はい」えー、イクの語源「行く」ってね、あのーうん、性的な「スタシーに達するときに発することでおなじみイ行く」の語源というか由来はどの時代から使われ始めていたのか、うん、あ気になるね。ましたね多分ですけどアホですねこの人ね。うんえー これはもしかして場所表現か、表現から来てるのかもっていう考察まではいいんですが、うん、え、その後ですね。三角、世の中で生き申しけりみたいな表現が個々に存在するのか。<laughs> <laughs> 何なるんですか <laughs> 生き申しけりじゃないのよ。<laughs> 世の中で。めちゃくちゃアホですね。うん、えー、それから、えー、おち、ちん、いや、お、ぱ、うん。 など、エロ漫画にはなぜ用事語が使われがちなのか、これは自分の癖が出てるだけなのかもしれ,、ま、<laughs> しれないです、うん。冷静ですね、急に。うんうん、みたいな例をいろいろ挙げてくれて、えー、そういうしい言語学ネタがあったら聞いてみたいですかっこ。センシティブな内容なので、できないかもしれませんが、えー、もしくはすでにそういう類の書籍などがありましたら教えてほしいです。<ー>とのことで、えー、彼に進めるとしたら、官、え、能、ー、小説表現用語辞典の問題は、あれなんですかね。あれがです、ね、はい あと、その人にはまるかどうかわからないんですけど、僕から一個情報を足しておきますと、ハス、植物あるじゃないですか。ハスの学名は、ネルンボヌキフェラです。こちらから以上です。何すかいや、別に何もないですよ。ネルンボヌキフェラですっていう事実を、事実を皆さんにお伝えしただけです。最近、堀本ちゃんさ、インプットが偏ってさ、出るもの、出すもの口から出るもの、全て下ネタになってゃう。そんなことないですよ。全然そんなことない。そんなことない。そうですかそんなことない。 最近パッと仕入れた面白いうんちく、うん、例えば何がありますかそうっすね。うん、あの、昔は否認のために女性機にレモンを入れていたらしいです。<laughs> うんそうなんですこれ言ってんれす俺ずっとああそうか確かにこれちょっとよくないですね堀本さんね確かに昔ねその下ネタを自粛はしないとそれはポリシーなんだと他の競合の想定終了なところは下ネタはやらないとだから自分は一種を持ってやるんだここまでは僕も納得してたんですただもう最近は壊れたように下ネタいうマシンになってて比率がすごい増えてるのあのねそうなんですよ僕もこれちょっと反省してて直そうって思ってるんだけど ちょっとやっぱどうしてもさ、うん、一番今出せる。いいうんちくこれだってなった時に、うん、あの下ネタでね。どうしてもねはみ出てきてしまうんですよ。うん、漏れ出てきてしまう。まろび出てきてしまうので。はいはい どうの許していただいてなんとか自重自重していきますんで一応抜本的な解決案としてはですね小説新著に連載やめましょうもうすぐにあとですねゆきさんとかいうねトラファルガーーみたいなのもうかかるのやめてくださいあの人本当に。にでもトウモじゃないですかこれよくコメントでもいただくんですよ下ネタを入れることで知的なラジオが台無しになるんでやめてくださいっていう話があるんですけどこれねちゃんと研究結果が出てまあのマウスに定期的に性的な刺激を与えた結果脳の発展がそこ されたっていう結果がありますんで知的なラジオを作るために僕は下モネタを喋ってるんですよ。静電が刺激入ると人は賢くなるので知って知観の知ですよ。いや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 い賢い方、賢い方、知識の知ない方恵。知的なラジオを作るために僕は下モネタを入れているリスナーはそれで結果賢くなるんでそれを狙ってやっています。示唆されていますから賢くなること。なるほど、じゃあまあちょっと今後もどうなるのか、方向を抜本的に変えるかどうか確約ができないってことで数をちょっと減らしながらずっとキープでやっていきたいなと思っております。ねねあの このソイさんがね見ていた時代なんてね、うん、堀本さんがトラップ祭るみたいなね,ね雑学を入れてくれたりして、うん、で僕もまあそんなに、まあ、僕今でもそんなに言ってないかもしれないけどほぼ下ネタみたいなのってたまーに出てくるねぐらいの感じでしたけれども、うんね、ソイさんはまだこれ見てくれてるのかちょっと楽しみですねあの今回、読み上げたねお便り読んだ方は、ね、もしまだ見てるよってことだったら、ね、YouTube のコメントとかにねまた見てますよなんて言ってくれると僕らはです、ね、ちょっとやっぱり下ネタを、ね、控えめにしていった方がいいですね。まああソイさんは多分求めてるよあでもそうか 幽玄琥学ラジオっていう、にあソいさんのために放り込んでいくっていう、大義名分ができた感じもありますね、そうですね、ソイさんにもう一つ伝えておきますと、ジョルジェ・マルティノビッチ事件という事件がありますねこれは、肛門へのガラス瓶の挿入による不詳の治療を受けたことに端を発し、コソボに住むアルバニア人とセルビア人の対立に発展した事件がございます。 すごい大事になったな肛門にガラス瓶入れただけで大事になったなっていう事件などございますのでこちらのウィキペディアなど読んでいただくといいかと思いますね続いてのお便りねまりましょう <laughs> はい何かありますか次次次いきましょうかうん行きましょう行きましょう <laughs> これも軽いやつなんですけど、はい、めっちゃわかるわーっていうのが来てましてはい幼霊名ごぼう抜きさんはいごぼう抜きさんありがとうございます、えー、ごぼう抜きねマラソンなどでよく使われますけどもねはい実際には実際にはごぼうって一気にそんなに抜けない いや、じゃなくて本来の意味はねぱ杯の中からこう一つずつ引き抜くとかまだ大勢の中から一人を引き抜くっていう意味で要はごぼう抜きの抜くっていうのは走って追い抜くっていう意味じゃなくてごぼう引っこ抜くっていう意味だから、うん、マラソンみたいなところで順位的に抜くっていう。 原因ではないんですよね。大勢の中から一人を抜くだからヘッドハンティングみたいな。そうです。引、え、き、ー、抜くみたいなときに使う。抜敵っ,ってことだよね。ああ、そうなんだ。例えば。へ<ー>、はい、えー。だからもうデジタル大戦だと競争などで数人を一気に抜くことも言うって書いてあるから、だからそれももういいんですね。そうですね。らだからまあ元々の意味としてはそういう意味じゃなかったんですけど、うんうん、最近はそういう慣用表現が増えすぎてっていうので、僕は要注意単語だって思って。 抑えていた覚えがありますがどんどん喋りづらくなりますね、そういう語彙が。まあいいと思いますよ、別に今、も、陸上でいっぱいの人を追い抜くこと、ごぼう抜きって、全然伝わると思うんで、いいと思うんですけど、本来の耳がそうだったっていう雑学を足した、ごぼう抜きそうですね、お便りの中身は一切入ってないんで、入りますと、バス停でバスを待っていたところ、到着したバスがラッピングバスで、昆布こそ、北海道の誇るうまみの王様と書いていました。 昆布こそが5文字だったので続く言葉も七五調になると勝手に考えてしまい、はい、後半の文章があまりにも違って笑ってしまいました、うん、めっちゃわかるこれ,これもうでも昆布こそって聞いて、ね、北海道のものこそ私は <laughs> 下手すぎるだろ <laughs> 下手だなあんた川柳でもセンスがないそ、ねえー、うそう昆布こそこ昆布こそ北海道の誇りなり こうういやつ確かに今間違えたから正解間違うやつかむちゃくちゃ落語で出せよ失礼しました何で出来上がったあのゴミみたいなコンボクソ北海道の誇りなりっていやまあそうなだねみたいなことでしょっていうのを来ると思ったのにそうじゃなかったからあわあわってなったっていうこの気持ちめっちゃわかるんですよ僕はいはい まあだからこそ使ってるからでしょうね。ああ、のかな。なんとかこそなんとかケれっていうのって結構俳句で出てきますよね。えっとね、僕ね、前住んでた場所の近所に警察署かな。かどこか忘れたんですけど、はい、兵庫みたいなのが張り出されて,て。警察署から入るってことですかね。かあいや違います。<laughs> 違います。ああ、どんちのも普通に喋ってたね。普通に。ああ<の>、<今>普通に喋ってたね。ついつきってい,いんですよ。はい、いやでも兵庫に。うん 気をつけてって書いてあったんですよ。あ、いいですね。<laughs> はい、来ました。絶対来ると思ったら、うん、油断した時こそが危ないよ。みたいなこと書いてあって。<laughs> 危ないも5だからね。あっていうすごいね肩すかしくなったんですよねでもほら川原先生に教えてもらったじゃないですか音節って実際はね「愛情」とかって「あ、愛情」じゃなくて「愛情」でもう二音節ギュッとしてるよっていうことですねなのでじゃあ今の形で7にまで縮めて読んでみましょうかどうぞ気をつけて言わせた時こそが「危ないよ」って言われてるんですよね あれ少なくなってた ?7 より見ためっちゃギュッとしようとしたら、しすぎちゃったかもい。じゃあ全部ギュッとしましょう。はい。えー、どういうこと全部ギュッとしましょうだから、2、3、2ぐらいまで縮めつつ、えー、合一のリズムぐらいゆっくり読みましょう。ぬーすー <laughs> いざしますーおぶな、おぶな、おぶなに言ってね。じゃこれ何何のためにやってんの何の試みだったのこれ。 <laughs> あの俺の思ってたのと違った全然 <laughs> 正解なんだったんこれ <laughs> む無茶ぶりも程があるわ <laughs> いやなんか、うん、気をつけての木とをくっつけるとかさ気をつけてああ <laughs> みたいな,あたいなうの え？ラミックに読んでる俺横にあいらいないてなかった今俺いないちゃってなのか今気つけてきましたちょっとうっかり馬になってしまう傾向がありますねじゃ続きまして僕も結構古いやつ読みますね2021年5月ああもうだからほんとに一桁とかじゃないですかね下手したら60人目ぐらいかな60人目結構大体来てんだろうね5月だけどすごいね ボラギノールさんからなん、はい、で笑ってんの <laughs> いや何でもないですよ別に、はい、なんかよりによってそれ名乗るか <laughs> <laughs> ちょっと引っかかったってだけですね <laughs> 皆さん作ってる薬ですかこんにちは、うん、お散歩中の楽しみとしてラジオを聞かせていただいておりますありがとうございます日本語のあるとないについてあるは動詞で大義語のないが形容詞なのがいまいちしっくりきません、うん、教えてくださいというお便りでございますはいはい、うん どうですか私が答えなきゃいけないんですか教えてくださいって言ってる大きな投票ですかこれはルさんが教えてほしいらしいですそうですね語弊を恐れて申し上げますと回答を差し控えさせていただきますあんたそればっかやな今日言語っぽいトピック全然答える気ないじゃないですかあのねさっきもねところで見ましたけれども初期の頃はねそうやってお便りを読んでねあんま勉強してないけどこういうことなんじゃないですかねって喋ってたけどすげえ間違えてるわけですよ今もう見られないぐらいんか例えば 今覚えてるので言うと沖縄方言と,日本、えー、と本土の言葉ってだいぶ違うように思いますけど、うん、どうやって方言の線引きをしてるんですかみたなああった、ね、そんいおのりすげえ雰囲気で喋っているわけですよねんかだからそういうのとかを反省して調べてないことについてね、うん あんまりこういうことだと思いますよって無責任に語るのやめようってなったのがこの2年間なわけですね。一応ねあの僕も同じことで言うと、うん、同じと違うは形容詞と動詞で対応取れてないなってのも気になってたしあ、ね、まあ英語でもね恣意的な選択をすると「セイム」。 もあるけれど英語、differ っていう違うって動詞も一応あるので形容詞動詞っていう、different でもいいんですけど、だから英語は違うって動詞がちゃんとあって、日本語も同詞ですよね、違うは。同じであるっていうね、なんか一発のものとかはないわけで、不思議だなと思ったのが、多分去年ぐらいの時にだから なんか存在表現って面白いのかもしれないと思って調べ始めてうん、うん、そしてちょうど高田先生もねあの専門、えー、と存在表現についていろいろと関心があるご専門なのかなと、うん、いうことで「た」だってさ手ありから来てるから「あり」を引き継いでるわけんで「<ー>存在表現ですよ」って、はい、そうか「た」の回めちゃくちゃ高田先生来てやってましたけどそ,<う>その時に手ありから他が来ててるって話ありましたよねそ<う>結局高田先生のご関心の「た」は「存在し」はい「あり」 そうですが関係あるっていう話関係ありますねははは、はい、圧倒的に関係あると思うんですけど、これもやっぱ調べ始めるとね、もう、まとまらないんですね。そうん、みそさん言ってたよね、存在史の会やりたいって、どっかで言ってたよね、そう、で、うん、高田先生に実はだから、いい文献ありますかって聞いて、いっぱい論文を送ってもらったんですけど、うん、これ、俺の実力でまとめられるものじゃないと思って、一旦撤退しちゃったにしていて、うんうん、まあそういうように、ちょっとね、慎重になりました、この2年間なるほど。 じゃあこの手の言語の説明系はあんまり答えられないうですねそ研究者の先生がいる時とかに読んだらね答えられるかもしれないですけれども僕ら視点で言うと最近ね「藤原のプピチョ」に関する話をえあれいつ初期の3回目か回目ですね音がすごいっていうところでしてたんですけどあれを転居にした文献自体が信頼性に欠けるという研究者からの指摘が何人かからあって t w i t t e でそれを先生に指摘してもらってあ これも間違っているんだ、うん、というようなことで謝罪と謝罪というか、うん、えーと訂正か、うん、動画のサムネイルを変えて、ねうん、で固定コメントにも補足を入れたりしたんですけれどもそ、ね、まあそういうようなことが直近もあったわけですね、うん、現代のコンセンサスで当時の音を再現すると、うん、そういう発音では多分なさそうだっていうことがまあコンセンサスになっているんですけどまあ、それを踏まえてない。 形で本には記述があって、それは僕はまるまる鵜呑みにして喋ったっていうことで、うん、えっとだから <laughs> プジパラのプピチョみたいなも説としてはあった。 ね、えまあでもほぼその人の独自説と言っていいしはははそれに理論的な裏付けがどの程度あるかわからない,らないでもだからもっと信憑性のあるこう,いこういうような発音だろうっていうのはあるんだけど、はい、それを踏まえてない話が本に書いてあったっていうことです,ねですかねはいっていうようなのを、まあ、そのまま丸飲みしてうのみにして喋っちゃった回がありまして、うん、まあその先生からの指摘にあったのは、うん、そういう誤った説がまあ一人歩きするとやっぱ止めるのって大変であろうとう、ね、まあ先生からはっきり言ったというよりはまあ願意としてそういうことがあって、うん まあそういう誤説っていうのが広まるっていうのはまあ残念だっていうようなことを言われたんですけれども、うん、まあその意味で僕ら特に初期ですね、うん、まあ現在間違いが全くないと思いますけど特に初期は僕が一冊本読んで喋ったりするしかもそれが結構不正確な内容だったりするっていうことでいろいろとまあ誤りがあったので、うん、まあちょっとざっと簡単にこれまでどんなやつが間違ってたのかで言うと、うんえー「象は鼻が長い」に関する説明だとか謝罪、うん、動画出したやつですねそうですねそれからプーピチョの例もそうですし、うん あとはそれから、あのえっと、音象徴のと時にね、まあ、ソシュールとソクラテスの主張に対立構造みたいなのを、僕がまあ設定して喋ったわけですけど、うん、まあそれって本当に正確なんですか、うん、現状ちゃんと読むとそうじゃないんですかっていう指摘をいただいたりだとか、これもだから、その回の固定コメントにね、うん、その該当のノート、記事を書いてもらっているので、それを貼っているんですけれどもはいはい、はい。詳しくはそちらを見ていただければ分かる、ね、そうですね、それからあとは、まあ、初期のひどい回でいうと、あれですね、薩摩弁は人工方言だっていう、<laughs> これはちょっとひどかったですね。<laughs> 説説をめちちゃゃくのですね言語学をやった人間ならまず口にしないでやろうレベルの仏説ですね、これ、今思えば。あとあれか、ブッシュか、ブッシュの話も、一般書に書かれてる内容をも元に喋ったわけですけど、のいた指摘からすると、今、日本語で出版されているその手の漢字の雑学本みたいなのって、大体、最新の学卒を踏まえていないと。 だから、それをもとに、まあ、武ュの話だとか、変とか作りじゃない部分ですね。うん、生がいついてない部分に意味があるみたいな。だから、らってはいはいっ、ね、 えっと経営の字がついてるのは大きいからだみたいなことを言ったんですけどなんかそれもどうやら違うらしいと、うん、だからこれややこしいなだからね、うん、辞書にそう書いてあって辞書がその要は正しいと思ってうのみにすると痛い目を見るってことを知ったのもこの活動を始めてからだったそれは難しいよね辞書に書いてあったらそうかってなるもん、ね、そうですねだからここから喋る内容は言い訳がましく聞こえてしまうかもしれないんですけど、うん、全然そういう意図はなくむしろ軽症をならすという意味でも僕がした失敗談が 共有しておきたいのはですね、うんえー、言語系のことを勉強しようと思ったり発信しようと思うときに、うん、本の選定が結構むずいといととうことです、ね、ん,なんかあの監修者の先生をさ、はい、集めているというか監修者の先生に集まっていただいてるディスコードのサーバーがあるじゃないですか、はい、あれの中で結構やってるよねその話この話ねよく出てますこの,この辺の本参考文献にしようと思いますみたいなことを水野さんが言ったら、うん「それちょっと怪しいっすよ」っていうのが結構ご指摘いただいてるよね、うん、そう 結構頻発しますねこれうーんすごいね結構だから怪しい本がいっぱいあるんだねそうですねで難しいのはそれがその学術的に不正確であるっぽい見た目をしてないんですよねう<ー>ん <laughs> なるほどねわかりますかねこれ、あのー、言わんとすることいつもオオカミは羊の皮をかぶってやってくる的な的な感じですかねうんうん、うん えそんな感じなのかな、うん、ことわざなんですかね、うん、そういうあいやなんかあのそういうレトリックあるなと思ってはいはいはいだからイメージやっぱっし、ね、優しそうな見た目をしてね隠してくるよだからねこれもまたねゆうしい問題なんですけど、うん、その手の本の方が面白いんですよ <laughs> ーー面白く感じるゆゆしい、えー、少なくとも僕に関しては面白く感じるだからこそそれは単純化しすぎている シンプルに単純化しすぎてるわけでもなく誤認、うん、に基づいていたりだとか、うん、独自説みたいなコンセンサスではない説を取り上げているっていう本が普通に信頼できる本に、うん、と同じところに並んで売られているし場合によっては僕もだからこれを参考にしましたって言って過去に言ってしまっていた可能性があるという意味でここがね 非常に難しくてですね、うん、だから新章とか文庫だからそういうミスが起きるんでしょと、うん、学術出版のものならいいじゃんって思うかもしれないけど、うん、そ,うそういうまあ学術的な見た目の出版物でもいやこれどうかなってものは全然あるらしくて<ー>だからそういう形で選ぶっていうことも難しそうだと著名な研究者がさ、はい、ちょっとお年を召してから乱心してなんか書き始めちゃう本とか、うん、結構あるじゃないですかノーベル賞受賞者がむちゃくちゃなんか謎の 疑似科学にドハマリしてそれを使った医療法をめちゃくちゃ広めているみたいなうん、うん、ケースもあったりするから、はい、そうですね難しいですよねご専門でないことに例えばこう興味を持たれるっていうケースもあって、うん、それが全部悪いわけでもないから難しいんですけれどもそうそうっていうようなケースとかもあって、うん、で僕もこの活動を始めて2年半とか経つのでちょっと目利きついたなかなと思ったんだけれども、うん、あれこの本の内容大丈夫っていうふうに、んまあ、この手の界隈のツイッターで盛り上がっていたものを 僕読んだんだけれども読んで、えっと、んこれ言い過ぎじゃねえかなと思ったけど、うん、かなりひどいぞみ,、うん、みたいなレベルまで気づけなかったものとかもあったりして<ー>、えー、つまりだから僕の目利き能力も全然まだ信用できないと難しいね、はい、だからもちろん僕にね、うん、ちゃんとした素養があって目利き能力があれば、うん、それに越したことはないんですけれども、うん、まあ実際そこまでに持っていくことができてないので、うん、最近はその監修の先生とか、うんはいはい えー、あるいは監修の先生ではなくど付き合いのある先生にこのジャンルについてこの本読もうと思うんですけどどうですかとか聞いたり、うん、できてる場合は聞いたりしていますし、うんえー、そうじゃない場合はある本を読みますよね、うん、例えばエスペラントの会に関してはエスペラントの専門家の先生は監修の先生にも身内にも全然いなかったので、うん、最低この手の場合は僕は5冊読むようにしてるのかな、うんうん、5冊読んでその中でおおむね書かれているであろうことは 自信を持って言うし、うん、1一冊にしか書かれてないことは面白ければ、まあ、実際しゃべっちゃうこともあるんですけど、うん、そういうケースの時は、まあ、流報をつけてね、うん、でこの本の中ではこう書かれてたみたいな言い方をするようにして、まあ、極力裏口取りをしたり流説、まあ、が広まらないように工夫はしているんですけれども。うんうんうん まあゼロにするのが結構難しいなっていうのがここ最近の悩みなので、うん、ちょっとこういうお便りとかでね質問をいただいたりあとはリクエストをいただくこととかもあるんですけどそれではリクエスト来たから喋ったろうって言ってすぐ喋れたりできてないっていうのはちょっとこういう事情があったんですよねじゃあだからあれですねお便りでこれ教えてくださいっていうのを水野さんが受けたときはとりあえずそれに関するジャンルの本の5冊読んで回答、うん、する時間をくださいっていうことですかねあとあるいはですね、えー、専門家の先生がですね、うん、お便りフォームでですね <laughs> えこのやってくださいそして参考文献はこちらですって言って信頼のおける本を5冊送ってくださるとか <laughs> そうすると、そういうことか、ね、オッケーってなる,わけです、ね、なるかもしれないですけれども、あと、<laughs> 単純にね、ちょっとあのリサーチをして台本をまとめるっていうのが、うん、まあ喋るよりも多くの時間費やしているので、はいはい、そんなにポン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 生み出せなくなった結果、まあ、雑談会が増えたり、うんうん、ゲストを呼んだりするっていう会が、まあ、ここ最近増えているのも、まあそういう事情もあったりする、うん、なんとかできる範囲で頑張ってやっているみたいなところがあるんですけれども。はいはい えだからちょっと大きなところでいうと話を2個しました、うん、1つはえと過去の回でいろいろと間違ったことを言ってしまっていたと、うん、でそれに対していただいた指摘に関してはえと極力テロップ、えー、編集段階で気づいたものはテロップとかで補足をしているし、うん、編集されてリリースされたっとに指摘を受けたり自分らで気づいたものについては固定コメントに入れたりしている。うんうん、であとともう一個がとはいえ えと今、全然僕の目利きが信用のいくところまでは行ってないので、うん、極力そういうミスがないように段取りをしているんですけれども、その分、生産能力も落ちているし、うん、こうやって気軽に質問をいただいても、簡単に答えられなくなってしまったっていう、ちょっとお意味を感じていますと、そういう真面目な話をしてしまいやでもいいんじゃないですか、それはスタンス表明として。うんうん あの頑張っっています言た方がいいですよ、ね、そうですねあの皆さんにとってそれが十分だって思ってもらえるほどじゃないにしても、うんえー、少なくとも昔よりもよりゆる弦学ラジオに時間は使っているしうん、うん、勉強も頑張ってしようとはしているしあとはそういう協力してくださる、ね、研究者の先生とのコネクションを持つみたいなのは頑張って励んでいるので。うんうん えーとちょっとあの間違ったことをね言っちゃってる会が特に初期、うん、すごく多いんですけれどもあんまり鵜呑みにせずすかこいつらやべえこと言ってないかなと思ったら一旦固定コメントを、ね、YouTube で見ていただくと、えー、発見しやすいかもしい正確な情報が少ないかな、うん、とは思いますそうですねはい水野さんがささっき言ったことが結構すべてだなと思って、うん、まあちょっと言うたら怪しい本の方が面白く感じられる、うんで、えー、これけ 結構僕もあるなと思って、ウィキペディアのカテゴリーでさ、広く信じられた伏説ってカテゴリーあるの知ってます名カテゴリーですね。これ面白くないはいはい。でもね、そんなに読んでないぞ、俺は。あ、本当？俺、これもう好きで好きでしょうがないんですよね、広く信じられた伏説。これ面白いんだよね。例えば、クロイドンの猫殺し事件。知らない。これ知らないですかこれね、名ウィキペディアで。名ウィキペディアって言うと、ちょっとなんかセンシティブだからあんまりあれなんですけど、ははいクロイドン、イギリスの都市ですね、多分ね。イングランドの都市。 で次々に猫やその他の動物のバラバラ死体が発見されたという動物虐待事件、うん、で、えー、同一犯にもよるものだとされてもうめちゃめちゃヤバいシリアルキラーみたいなやついるぞ猫殺しまくる変なやつだとというすごい話題になってめちゃめちゃ頑張って捜査したロンドン警視庁が、うん、めちゃくちゃ頑張って捜査して 出た結論がですね、はい、これ偶然猫がバラバラになったりした事例がもうパニックになってみんなめちゃくちゃ報告してきただけであってえ車にひかれたりしてただけだった <laughs> <laughs> おらんかったんやそんなクロイドンの猫殺しはっていう事件ですね、はい、へえこれなかなか切ないですよねそ似たやつあるよね、うん、あ,あれでしょハイルブロンの怪人でしょいや違う違う違うあ<れ>あの人の足がめちゃくちゃ漂流する海の話、うん。あ違ったわハイルブロンの怪人じゃないんだ、うん、ハイルブロンの怪人の怪人あの調べましたけどあの清流種

うん、DNA 出てきてき、うん、うわすげー連続殺人犯いるじゃんってしかもいろんな離れた場所で一斉にいっぱい事件を起こしてて、はい、うわ神出鬼没の怪人だーと思ったんですけどよくよく調べたら DNA 検出に使ってた綿棒工場で働いてた女性の DNA だったっていうやつです、ね、<laughs> はい、素晴らしい素晴らしくねえな何も <laughs> 何も素晴らしくねえな <laughs> ちょっと面白い、ね、あの笑える話ですね、うんえー、僕のやつはあのアメリカとカナダの国境の生理疾会ってところで靴を履いた人間の足がさせ続けに漂流されてるのが見つかったいもので <で>うん、ウィキペディア情報なので正確かわからないですけど、うん、ざっくりです、ね、2007年すからスタートして19年までで21個見つかったんいい、ねね、ですよ。で難しいのはこれ原因があんまり分かってないっていう何この同じ天ンのちょんぼ気持ち悪い <laughs> そ,、ね、そんな猟奇的なさ怖い事件のやつをさ。ハイルブランの怪人 生理主会の人間間しし発見違 <laughs> 違ったたいま自分頭跳ねで、じゃあ、うん、そうですね、ダブロン採用してないルールだったかもしれないですね、広く信じられた隆雪ってそう,そう何が言いたかったかというと、はいその、クロイドンの猫殺し事件とか、ハイルブロンの怪人とかって、このウィキペディアの広くか信じられた隆雪っていうカテゴリーに入ってて、はい、もうこれがあまりに面白いから、僕、一時期読みふけてたんですけど。ははい、はい やっぱー説って独特の魅力があるよね説として広まるに至る魅力があるものだけがこのふるいを超えて生き残ってきたわけだから今も生き残ってるー説ってやっぱ面白いんだよね堀本さんじゃあもちろんですけれども、うん、そういった説がまとまったある本ある記書はしっかり通ってますよね、うん、よったぶかんないです知らないですかないけどえーこちら、えー「陳説愚説」で <laughs> 通ってないんですか<あ>こちらを通ってない面白そうあれちょっとこれはまやばい取りこぼしてた親切愚説辞典取りこぼしてましたねえ直れじゃないですかやばいこれは流説好きの説直れ、えー、説愚説辞典っていう変わった説を、ね、だけを集めた結構ペースあります僕持ってますけど749ページあ顔結構これはね骨太な本ですけれども<ー>こういうような本もあるぐらいには多分人々を魅了しているわけですね、うん、ああ面白いっすねあそれ欲しいなはい ちなみにあの、広く信じられた流説の中に、レーニンはキノコだったっていう仏説載ってるんですけど、これは載ってる。知らないし、広く信じられてないと思うよ、それ。レーニンは実はキノコだったっていうデマが流れたらしいですよ。<laughs> そんなわけないやん。<laughs> えすごいの、だって。たね。<が>レーニンキノコだったらしいです。ほ、うんか。<laughs> ちなみに、これを受けたソビエト連邦、はい、共産党地方委員会の幹部の一人が、 ががキノコでであるるはははずななななないいいだだろううぜらら哺乳類は植物にになれないのだからと真面目に返答しているそうですちょっと冗談通じない <laughs> でちなみに Wikipedia この後に一文いい一文が添えられてまして、はい、なおキノコは植物でなく菌類で、うん、俺も思いましたそれは, <laughs> そ,れはそれは俺も思いました <laughs> これいいですね、はい、いい Wikipedia まとまってて素晴らしいですねうん、うん、これはねまあでも真面目に否定しちゃうぐらい広まっちゃってたんでしょう、ね、冗談で済ませないぐらい広まったからそんなに真面目に否定したんでしょうね多分ねそうですね まあちょっと僕のお話にちょっと戻しちゃいますけど、うんうん、結局この手の話って、ね、その広まってしまった後に訂正するコストのが大きいので、うん、だから僕は、あのビューセを広めたいとか、うん、ビューセを使ってでもいいから有名になったり、多くの視聴者を獲得したいっていう悪意をもとに基づいてやってるわけじゃないんですけど、うん、だから反論の紙りですね。そうですね。悪意でやってるわけではなくて、無能だからやってしまっているわけですけれども、うん、えちょっと とこういうことに関して、特に言語学っていうのをこの番組をきっかけにして知った人もいるので、うん、やっぱ一定程度の責任感がなければならないだろうということで、でね、ちょっとまず今回、代表的な誤りの例についてはしゃべりましたし、うん、他にもなんか例えばターゲットの会とかでも僕が理解してリサーせずにしゃべった結果、全然語源がそのコンセンサスされた説じゃないっていう指摘をもらったりだとかってことがあったので、うん、えとそういったものも固定コメントには載っている、はい、ということですね。だからの 動画の固定コメントとかをもし誤りあるかなっていうのを気になる方はご確認いただけるとちょっとお手数なんですけどそうです、ね、ご確認いただけると助かりますね例えばだからこれを一時情報として何かに書いてもうとかするってするんだったら参考文献を一応提示していますので参考文献を見ていただいたり一時情報を当たってもらってであんまりこれをもとに何かしらのことを論じようとかっていうふうには ししないいい方が望ままと思す今、広く信じられた伏説のカテゴリーの中に、俺、読みこぼしてた項目、記事があって、はい、それがブラウン運動にまつわる誤解っていう記事なんですよアイインンシュタインが発見したことでちなみにあの、それは非常に初歩的な誤解で、あのブラウン運動を発見したのブラウンです。<laughs> <laughs> おっしゃる通りよ、アインシュタインの主要な功績のうちの一つはブラウン運動の物理的な記述かな、うんえー、詳細な研究、うん、そそうか。で <laughs>、ブラウン運動を発見したのはブラウンです <laughs>。ままたた俺ビュー説を広めとししてました <laughs> あのちなみに言うとね、あの僕、今、すごいわが物顔で指摘しましたけど、1>, はい、1年半ほど前にですね、うんえー、編集スタッフの物理の大学院生の富田君とズームーはつないでて、はい、どんなことを最近研究してんのって聞いたら、うんあ、なんか結構ブラウン運動のモデル化とかしてますよって言って、はいはい、アインシュタインが発見したやつねって,って。 いましたじ <laughs> ゃあ富田君んは0.5秒ぐらい置いてあブラウンが発見したやつです <laughs> <laughs> 恥ずかしい恥ずかしいねめちゃくちゃ恥ずかしかった確かなんかねあれだよあの 覚えてよ「うんちくしりとりパンクラチオン」っていうすごい初期に取った回のところでなんか奇跡の年の話っていうかサバティカルの話になってああや奇跡の年の話になってその時に堀本さんがブラウン運動と光電効果をアインシュタインが同じ年にうんぬんみたいなこと言ってそれで覚えたからそうだね主要な功績だな流説の出どころそれは多分ミサさんが誤解しただけだから発見したって言ってないから僕失礼しましたでもまさにこの「ブラウン運動にまつわる誤解」っていう記事で書かれてるとそういうことで誤解の内容自体はそれじゃないんですけど あ俺ウィキにも乗らないレベルの誤解しちゃってるあそうっす、えー、とブラウン運動にまつわる誤解じゃない誤解を見せんしてました <laughs> そうですか <laughs> 失礼しましたこれ何かっていうとさ俺もこれ読んだ記憶がある気がするんですけど、はい、しばしばテキストとかでも、うん、水中で花粉が動くあそう花粉の例が出てきますよね っってててて書いてああ専門家もそう説明しししるることがしばしばあるえなんか粒子の説明の記述、術粒子の運動の記述みたいな感じだったそう。理解してる、えー、不規則な運動ですねある程度大きい粒子が不規則う,うん。えー、なんですけど花粉は大きすぎてブラウン運動は観察できないえらしいですあれ俺さブラウン運動についてなんか書いた本でも俺多分花粉の例で見た気がするよえーっとですね結論から言いますと 花粉の粒から出た細かな粒子。あ,あ、無理無理無理。ブラウンが観察した。それは無理だな <laughs> 花粉がももう細かいんだもんだそうなんですよ、うん、だ,だから多分誤解の原因になっているそうだねえこれは気をつけないと絶対引っかかるこれは落とし穴だよねこれは引っかかる気をつけないとまあということであの花粉が粒子だもん俺からするとそうなんですよえー、これがですね日本物理学の重鎮長岡半太郎も誤解していたそうでへえ<ー>花粉が生きているように動くのを観察したのが始まりと講演で述べている。 うん、公演だとしょうがないね。ということで本だとさ光演、うん、者とかもいたりさ踊、ね、りしっかりするけど公演ってさ公演はね別にあれですよ「ヌルゲン学ラジオ」もこうやって <laughs> あのおしゃべりコンテンツだから勢いで間違ったこと言っちゃうよってことてで,で,はないで、ね、長岡半太郎と同じようなことしただけだよなんてことは言いたいわけではないですけれども、はい、あでもねその後もいろんな日本人の書いた本の中でもかなり 間違ってみんな書いだから出どころを探すとどうやら「岩波理化学辞典1935年版では「花粉を観察中に発見した」って合ってるんだけど「誤解を招く花粉を観察中に発見した」ってってるんだけそ花粉から出てきた微粒子で動いてるからここはあってるんだけどこれを読んだともしき人が間違えてみんな花粉が絶え間なく運動するとか花粉がふらふら動くとかっていうのを名だたる物理学者が次々に間違えている。 ということです、ね、いやそれもあるのよだから書いてる人は間違ってこと書いてないんだけど自分が噛み砕いた段階で不正確になっちゃうこともあってこれもまたね,有心だ,よねだから、えー、例えば A というものの背景には B があると思われるって書いてあったものを。 A になったのは B, B になったのは A だからだみたいに、うん、因果関係として捉えてしまうみたいなものもそうだしだからこれそこまではっきりは言ってなかったりだとか相関があると言ってるだけのそうそうそう相関があるって言ってるだけのものを因果っていうふうに捉えてしゃべったり理解してしまうとかねそれは人間の認知バイアスでしょうがないらしいですからね、うん、前後で起こったことを即因果だと捉えてしまう,う、ね、前後即因果の語弊がありますから、はいまあ、だ,だからこそ人間は言語を獲得するわけですけれどもやっちゃうでもそれやっちゃうと正確な内容をしゃべれなくなります、ね、やれこれもね そうだから今でも気をつけますけど、うん、その喋るってなった時に書いてあることを面白く喋ってか面白くできるんだけど、うん、その面白くするまでの工程で大きな問題をはらんでないかってことを最近は注意するようになったんですけど昔なんて全然その、ね、100人とかしか見てないと思って、まあ、言ったらそのカメラ回ってるけど堀本さんと飲み会で喋ってる感覚だからものすごい噛み砕くわけですよねそういった結果、まあ、明らかに今の水準から見たら。 絶対それは言っちゃいけないだろうと思うようなこと言っちゃったりしているので、はい、それはちょっと今後も気をつけていきたい、今後特により気をつけていきたいなと見ている人も多いよね。ということで、何が言いたかったかというと、夜、はい、言語学ラジオ、なるべく皆さんにご迷惑をおかけしないように頑張って。ね、とりわけ言語学者、えー、一生懸命言語学をやられているような方に迷惑かかったら最悪ですからね。 やっていいいきたでですすねねはそうしっかりある程度のね、うんえー、バランスを持ちつつバランス感覚を持ちつつね、うんうん、頑張ってなるべく正確性を保ちながら続けていきたいと思いますので,です、ね、皆さんもどうぞそういうつもりであのー、歯切れが悪かったりとかね質問に全然答えなかったりとかね、うん、してもすませんお目こぼしいただけると幸いでございます。そそうですねそしてあの僕 なんていうのはまだね、責任もなければ背負ってるものないから、あれですけど、多分ゲストの先生とかがね、歯切れが悪いことには意味がある。ああ、そうですね。説明がうまくないから、歯切れが悪いんじゃないんですよね、あれはね。それは言い切れないこと。そうなんですね。そして、教授を持って研究してる人からしたら、言い生きたいけないんですよね。そうですね。ってこととかもね、気づくのに、僕も時間かかりました。はい。まあ、だから、それがね、研究者仕草なのだと、真理に向かうことなのだと思って、見ていただけると。幸いですね。はい。そんな感じで。ちょっとお便りを迎え、けん。 ちょっと今後に向けたスタンス表明の会でございましたうん、うん。そうですね。はい、スタンス表明とあと、まあ今まであんまりちゃんとやってなかった、えー、ここの会とかで誤りをあの重大な誤りの指摘をいただきました。よっていう具体的な会をまえっと言及することで、うん、ちょっと注意喚起ということもとしましたと。と、うん、はいま、はい、そんなわけで引き続き。 お便り、はい、あとチャンネル登録、高評価、感想のコメントなど募集しておりますので、はい、え概要欄見ていただくとお便りフォームは掲載されておりますので、うん、何か送りたいぞという方はぜひ送っていただければ幸いでございます。なんかどうしてもね、その質問送るなみたいな今、聞こえ方したかもしれないですけど、ね、え別にそういうわけではないですし、うん、あとそれから、えー、過去に。 来たお便りですごい面白いなと思ったのは「うん、猿」は「お猿さん」っていうけど、うん、この「お〇,〇○さん」って呼べる動物って限定的じゃないですか。ありましたね。親しみあるけど、ね、犬はお犬さんとは言わないし、うん、えっとなんだっけ お魚さんも言うよねうだから文字数も別に原因じゃないよねと、これ何なんですかっていう、そうか、あれすげえ面白いと思う、個人的にはすげえ面白いと思う、ああいう、だから全く考えたことなかった疑問とかっていうのもあると思うので、全然気になったことがあったら、気楽に送っていただいていいんですけど、気楽に答えたりできないってことですね、必ずしも読まれるとは思わずに書いていただけるとね、皆様は気楽に送っていただければっていう感じですね。 多くの場合は僕がしゃべるのを待つよりも自分で勉強した方が早いとただ、まあ、これもだから負荷かけするんですけれども、えー、っと一冊読んだ本がいい本である。 とも限らないので <laughs> これも難しいところなんですけれども <laughs> まあ何かいくつか読むう、ね、ま込まないと、うん、ベストだろうとは思うんですけどそこまでちょっとね要求するのは相当にそう難しいのでまあその場合は気楽に待っていただくのがいいのかなという気がしますね,そう,ねそうですね、うん、まあだからもしくは一冊だけ面白そうな本読んであ,のあまり信じ込まないでいただくたなのいいかもしれない,です、ねはいはい、そうですね見取り図だけ持つぐらいの感覚で、えー、と勉強するといいのかもしれないですね、うん、僕もちょっとだからこの手に関する、うん えー、自分が方法論をちゃんと持っていないし僕は専門家の先生に気軽に聞けるっていう結構相当恵まれた立場にいるので、ね、あんまり一般の人にこうするといいよっていうのが言えなくて、うん、いつかいるようになればね、うん、いいんですけれども、えー、とちょっとまだ今の段階では言えないので、えー、と頑張って勉強するか気長に待ってもらう。はい そうしましょう、はい。あとシンプルに激励嬉しいです。あそうですね。頑張れって言っていただけると。<laughs> 頑張れて言っていただけるとね、はい、目は通しておりますので。はい、はい、まあどうしてもね、そのいる弦楽ラジオに対して否定的な立場の方だったり、批判がある方っていうのはいると思うし、うん、それはそれで僕、あの正当性あると思うんですね。うんうん、自分が真面目に弦楽やってたら、まあこんなに対して勉強しないのに喋る人が嫌だろうっていうのはわかるので、だから、うー、すいませんって思いながらダメージを受けるわけですけど、頑張れって言われると。 元気ますすそうでね推しの水野を皆さんやっていただけると元気が出ると思いますのでこいつのものに「推しまるって言うのか推しの水野をやってもらえるとね推しの医者いる方もいらっしゃるそうですから推しの水野をやってもらえると助かりますありがとうございますそれは助かりますそうですねあとはそれからですね自分が信じてた隆雪についてもですね全然待っていますのであそうですねはいああいいちっちゃい頃うん こうテイソっていう、ね、あのビルの前にあるですごいチェーンなんだと思ってたみたいな、よくあ,ありますけど駐車場の結局チェーンみたいなね、はい大手、大手チェーンだと思ってたみた,、ね、みたいなやつとかね、いろいろありますし、うんえー、もっと歴史的なところでね、ブラウン運動のやつ、こうだと思ってたけど、実はこうでしたよ、気をつけてくださいみたいな注意喚起、助かりますので、そういうのも待ってますよ、僕、最近、宇宙戦争の話、うん、SF 作品の話をしてるときに、うん、いやー、オーソン・ウェルズ、本当すごいわって言ってるやついて、いー素人が、HG ウェルズだぞ、宇宙戦争を書いたの。 クソ素人がって思ってけなそうと思ったんですけど調べたら H.G. ウェルズが宇宙戦争の原作書いた人でオーソン・ウェルズがラジオドラマ化した人だった僕だったクソ素人は僕だったという事件がありました兄弟とかではないいや全然関係ない人です難しすぎんね兄弟のわけないか名前だったもんなすごい難しいなっていうびっくりしたことがあったんであとウェルズ別に名字じゃないウェルズは名字かそう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 兄弟の可能性はあるけど違うんだ片方はだから映画監督とか ラジオドラマとか作ったりする人で片方は SF 作家ってめちゃくちゃ難しいなっていうことにびっくりしたりしましたので、はい、そういう発見をねコメント欄に書いていただけるといいと思いますね、うんはい、ということで今回も終了しましょうありがとうございましたゆる言語学ラジオの初の書籍が出ましたこの本の中身はえっとおなぜ今えー、っとって言ってたんですかあのー、じゃダメなんですかいや,いや全然わかんないですけどその答えがわかるのがこの本です面白そうですね概要欄にリンクがあるのでぜひ皆さん見てみてくださいね